ヘンリー・タウベは、カナダ生まれのアメリカの科学者。カナダ王立協会フェロー。1983年、金属錯体の電子移動反応機構の解明により、ノーベル科学賞を受賞した。サスカチュワン州に生まれ、デジャイナにある、ルーサー大学付属の高校に通った。1935年、1937年には、サスカチュワン大学から、学士号、修士号を得た。 1940年にはカリフォルニア大学バークレー校で博士号を取り、1942年にアメリカ合衆国に帰化した。1961年から1986年にかけてコーネル大学、シカゴ大学、スタンフォード大学の科学の教授になった。1992年には弟子たちにより、ヘンリー・タウベ研究所が創設され、初代名誉所長を兼任した。 彼がノーベル賞を受賞した研究は、ある分子が他の分子から電子を奪い取る、酸化還元反応と呼ばれる研究であった。酸化還元反応は、植物の光合成、動物の呼吸や燃焼など様々な場面で起こる。彼の研究は特に、金属原子を廃止が排した作体に関するものだった。彼は、 反応機構を調べるのに同位体を初めて使用した人物の一人で、無機化学でプローブを初めて使用したのも彼である。ルテニウムやオスミウムに関する知見も彼に追うところが大きい。2005年11月16日にカリフォルニア州パロアルトの自宅で89歳の生涯を閉じた。息子の一人、カールタ・ウベはカリフォルニア大学リバーサイド校の考古学教授で、 有名なマヤ文明研究者である。中央アメリカのコロンブス以前の文明に関する研究で知られている。スタンフォード大学科学科、ありがとうございます。